お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらメガナイトロフグ使ってマルチやっていきたいなと思います。というわけでこの間生放送した時もこのデッキを使ったんですけど、中型スペルがない、メガナイトロフグですね。なんか結構メガナイトロフグ基本的に雪玉だったりとか、まあファイボとか、まあ、ポイズンが入ってることは多々あるんですけど、今回そういったね、中型スペルがない、このねロイフグやっていきたいと思います。で、スペルはウッドでやるんで、こうエレキとね、マジアチュしか対空がないので、こう、まあ、バルーン系が来ると若干悩ますね。若干ですね、本当に若干。まあなので陸には結構強いですね。ゴボリがあり、エレキがあり、ユーノがありというわけで、メガナイトもあり、まあ、陸域にはすごい優秀、まあ、なんですけど、まあ、ペッカとかの単体火力系が来るとこのヒースピなのでスケじゃないんでね、まあ、そういうなんかね、ペッカにだけはちょっと辛いかなという、まあ、メガナイトがもともとね、ああ、お辛い部分もあるので、まあ、そんなわけで、まあ、やっていくんですけども、今シーズンはね、ハンターが多いですね。てか、まあ、ジャイとロイジェイがめっちゃ多いですね。で、メガナイトは、ジャイとロイジェイに基本的に戦えないんですけど、てか、まあ、きついんですけど、ゴボリがね、あるメガナイトなので、まあ、ジャイにもロイジェイにも、まあ、戦えるよというわけで、やってきます。さあ、コカッちゃんですね。コカッちゃん多いですね。最近、動画はよくコカッちゃんが出てる気がしますが、まあ、一旦ね、ゴボリ置いていきます。で、マジアチャですね。もうマジアチャでバシバシ抜いていきたいですね。本当に。タワーの2000ぐらいマジアチャで削ってんじゃねえかくらい、本当にマジアチャでね、削っていきたいと思います。これエレキ振らしちゃおう。あ、全然違う。アウプリだった。最悪だ。エレキ咲いちゃった。やべ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 。アウプリだった。あ、これでも、ユーノで受けちゃおう。ユーノで受けつつ、オッケー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 。ふんふんふん。いや、これ、つけちゃおうかな。アウトロー。オッケーで、ウッドサイターやな。ウッドサイター、気持ちヒースピも、そう言ってあげて、あー、一体当たってないが、オッケー。いや、めっちゃ入る。めっちゃダメージ入る。いやー、アウトロー角度が、一発ぐらい。こじれ。もう一発？ういー、いいこじり。で、この吹き矢は、まあ、許容といきましょうか。さあ、アウプリですね。端前プリンと、まあ、あとはプリンスかウッド裂いて、まあ、アウトロープリンスとか組んできたらメガナイトで踏めばいいんで、これですね。これ間に合うかな。あ、間に合わない。間に合わないけど、相手今8コス使って、僕も7コス使ってこれなんで、コストがないんですよね。で、あるとしたら、アウトローだな。射抜きます。アウトロー浮きをしてくる。うわ、めっちゃいい角度じゃん。てか、俺のマジアチが下手だったのか。うん、殴ってくれねえかな、そこ。じゃあ、陸行きがないですね、今。絶対ない。プリンも咲いたからコストもない。オッケーオッケーオッケー。さあ、ユーノ入る。一発かする。で、まあ、ゴボリ置い、おー。これ低めに置いちゃおう。これ、ヒースピで。あー、飛ばない。ちょっといて。ちょっといて。で、メガナイトから入ると、プリンスとアウトローでフルカウンターされるので、それは避けたいですね。で、こんなんもウッド使っちゃいつつ、むずいですね。とか言って、メガナイト避けます。アウトロー咲いた。アウトローいなければ怖くないですね。プリンスとアウトローのカウンターが怖い。で、このバレルは許容します。逆、左サイドそんなダメージ受けてないので、あとはメガナイトエレキ作って、あのプリンスに勝つようにして、ウッドサイター、あ、待って、ミスって逆サイド見てね。逆サイド見てねえけど、あれ耐えれそうだな。いや、耐えれねえかな。耐えれる。言うので守って、やべえ、待って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 。やべえ、耐える。耐えて、やべえ、おー、危ねえ、時間。危ねえ、危ねえ、上下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 みたいな感じしてんな。峠じゃねえな。呼び方わかんないっす。はい、危ねえ。枯渇はでも基本的にいいと思いますね。枯渇はアウプリはどうなんだろうと思ったんですけど、アウプリとかあんま当たんないですからね、正直。そう、めったに当たんないので。まあまあまあ、枯渇にはね、基本的には勝っていきたいかなというところですね。あとはまあ、なんだろうね、ローヨグだったらスパーキーとかきついかもしれないんですけど、結局ゴボリ置いて、マジアチャでスパーキーと盾をなんか射抜くと、メガナイト踏むだけでスパーキー処理とかできるんですね。マジアチャの射抜きと、メガナイトの踏み。あとはまあ、ユーノの突進で普段突破できないところを突破するみたいなところで何でも混ぜちゃいますね、このデッキは正直。なんか、ユーノとマジアチャかな。ユーノとマジアチャの使い方をこうマスターすれば、もう誰でもね、このデッキ使いこなせます。ぜひね。
まあ、使ってみてくださいというわけで、マジでマッチング長いので、その間にチャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いしますと。言ったところで、今シーズンね、あとちょっと、なんか三振がもう今来てるんですよ。てか、ハンターかな？ハンターが多いんですよ、今。ハンターの三重士でしょ？ハンターのジャイでしょ？ハンターのロイジャイでしょ？ハンターのバルーンでしょ？みたいな感じですね。ハンターが環境に来てるというか、なんか珍しいですね。ハンターがすごい多い。なんかちょっと前に、情報されたんですよね。謎の。なんかバルーンを2発で、フルで当たれば2発で落とせるようになった、若干強化がね入ったんですけど、こう今になってその強化されたのが響いてきてますよね。なんかクロスとかもめっちゃ昔に強化されて、それがなんか、ね、クエイクとかも一緒に出てからって感じだったのに、クエイクだけ解放されていって、いや クロス強いやんっていう謎のクロスに恨みがあるんですけどまあそういったわけで、今回相手はロイジャイかな。スケコウモリだったもんな。うん、ロイジャイですね。これだ、今流行ってる。ロイジャイですね。トラ高っ！ちょっと待って待って待って、びっくり。びっくりびっくりびっくり。75？ やばいやばいやばい。これやばいよみんな。だって勝ったらいくらもらえる？あ、これマジアチャでイヌクロが正解だったな。うわぁ。ワンチャントリトン。トリトン来る。おい。いや、来ない。まあ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 。ファイブボーイ。オッケーオッケーオッケー。で、ウッド？ウッドしてきそうだけど、ウッドからのスケか。ウッド？ウッドしてこない。頑張れ。ヒースピーちょっとむずいですね、タイミングが。一発？かすらないか。さあさあさあ、いや、これ勝ちてえな。だって、今俺とる73でしょ？ 45 だな。これ勝てばみんな45もらえる。さあ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 。45くれ。45くれ。好意をね、しましま、示します。オートロおじさんなんでね。いやー、コウモリマジアチャリ抜きてえなー、マジで。これ結論いくんのかな、どうしてくんだろう、普通に回してくんのか。ふぅ。で、ごぼうり大事ですね、僕としてはマジで。ハンター咲いたなー、メガナイト咲いたら逆サイロイからのトリトンとかかな。いや、わかんねえ。ファイボ咲いた、うん。そうっすね。オッケーオッケー、許容して耐えて。うわー、そのハンター邪魔。相手もむずい、俺もむずい。いやけど絶対なんかうまくいく、なんかうまくいけ。飛べ、ナイス。いやいいいい、左側持って以上に入る。で、右もなんなら入る。あ、なんかお前浮気すんの、マジでそっちどうでもいいから。いや、これゴボリからだったな。まあいいや、ちょっと高めに置いてトリトン引っ張ってほしいな。いや、そういう引っ張るじゃねえ。オッケーオッケー。いや、耐えれる。全然耐えれる。いや、オッケーオッケー。なんなら U の追加して、ウッドも使ったんじゃね？ファイブを使ったらロイグ刺さるでしょ？ヒースピ。うん。いや、でも結構コスト使ってんな。いや、ロイグ、いや、あのトリトン邪魔だな。いや、でもトリトン無能。オッケーオッケーオッケー。あるぞ、あるぞ。で、一回芋だな。一回漏れるかな。いや、むずいな。ロイジェイでワンパンされますからね、全然。うわー、あの低めハンターも厄介だな。まあ、いっちゃいます。いっちゃいいの。いや、もうすげえ、コウモリが降ってくる。オッケー、めっちゃいいヒースピーこれ。めっちゃいいヒースピー。うまって、めっちゃいいヒースピー来た来た。ちょっと待って、ちょっと待って。これはでけえ。今のヒースピー完璧でしょ。相手も形組ませないと、ロイジェイ出したものの、いや、これですよ。皆さん、プラス45、経験したことない方も多分ね、いると思うんですけど、あんまないですけどね、45をもらえることは。だから多分、最高46があるんですね。はい。なんか昔だと多分50とかもあったんですけど、今だと最高46がね、たまにもらえます、たまに46。いや、これでけえですね。本当に、ありがとうございます。感謝の気持ちをね、ここはね、本当に表したいとね、思います。ありがとう !45! オートロ、もう一回やって45くれば、2000で90もらえますからね。まあでも、逆の立場考えたときに、こんだけ喜んでると、お前、覚えとけよと。この次のマッチングでね、との7100とかの人と当たってね、こう、マイナス46みたいな。って。そういうこともね、あるんでね。まあ上のマルチ、まあそんな今僕もめっちゃ上ったわけじゃないですけど、疲れますね。てか、まあ悩ますね、単純に。
ああ、45かーって。まあ、頑張るかーって感じで切り替えるんですけど。まあまあまあ。よろしくと。よし。いや、美味しいなー。気分良くなりますよね。45なんてもらえたら。さあ、今回はウォールブレイカーと。ウォールブレイカーで基本的にポイズンとか、じゃあ、スケダン。スケダン、ウォールブレイカー。なんだ2.0? ここに来て。やば。ちょっと待って待って。こんなデッキあるっけ?いや、こんなデッキあるっけ?普通のウォールブレイカーだってやりゴブコウモリですもんね。メガナイトでもスケ入ってねえ。射抜きまーす。マジ。このデッキ、射抜くゲーだと思ってますね。うわ、めっちゃハンター。ミリ残りしねえかな。うわー、これなんか、スケとかでいい感じに活躍されるんだな。オッケーオッケー。で、ウォールブレイカーに折り使った。で、ディガーコウモリか。あー、そうですね。これ1体残れる。うわ、残んねえ、奇跡。ってか、結構残るんですよね、あれ。オッケーオッケーオッケー。で、前半耐えたいですね。僕は後半に、メガナイトエレキのマジアチャで、そして U の追加。U の追加すればなんか勝手に事故るんで、U の追加を意識して、前半耐えれればこっちのもんですね。あと、相手のスペルが分かんないっていうのが一つ怖いですね。一回ケツマジアチャして、ちょっと相手のスペル把握します。多分ぽい、ぽいですね。ぽい。こっからがちょっと難しいですが、一旦ごぼりを置いて、ディガーを拾いたい。ディガー。ふう、言いたいですね。折りがあるときは、相手はウォールブレイカーを使わずに落ち着いてくるよと。このコウモリなんか嫌なんで、フラします。で、ナイト。で、射抜く。で、ハンターが、んこれ多分勝てる。おい、めっちゃいい。あー、で、デリバリーか。あー、なんかそんな感じのユニットがある気がしましたね。一回待って。オッケー。いや、めっちゃ流れはいいですね、今。ケツメガして、ウォールブレイカー来たら、ゴボリですね。オッケー、オッケー、オッケー。あるぞ。メガナイトエレキですね。で、端にボーポイが来るんすよ。あー、で、あのハンターの突破無事いけど、ないというので、バシーンやっちゃえば、こっちのもんだと思うんですよね。で、これですね。ちょっと、ワンチャン延命、延命した。オッケーオッケー。お、待って、ハンター、マジアチャ、お前優秀か?あー、優秀、もうちょっと頑張って。ユーノ飛べ。あー、無能。よしよしよし。で、もう一回、同じですね。いや、マジでめっちゃいいペースは。あの、真ん中マジでちゃう。このウォールブレイカー無視ですね。逆サイ全然削られてないので、これは守る必要がないですね。で、先にポイズン張ってきましたね。で、ちょっと気持ち突破してえな。気持ち突破したい。ワンチャン?ワンチャンある。ワンチャンある。いや、絶対いい。え、めっちゃいい。しかも、射抜く。スパー!いや、来たー。いいですね。いや、マジで。こういう高回転ウォールブレイカーとかね、強いですね。なんか、マジやっちゃう。というのが、結局ね。さあ、というわけで、74到達。いやー、74到達。でかいですよ。さあさあさあ。何位ぐらいな ?100 位ぐらいですね。あー、まあ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 。そういったわけで、どうしようかな。もう一戦いっちゃいますか。ちょっとね。調子いいですね。このまま、もう一戦いきたいなと。思います。日付も変わってね。そろそろ寝なきゃ。あ、ラバキング来た。この人、ショテラバーで、逆サイ攻めたらガーゴイルかバーバリアンでも持って、バルーンつけて、嫌な雨飛んできて、GG デッキですね。はい。これはね、ラバルー、ガゴガゴバーバリアンなんですよ。この人。いやー、そうなんですよね。でも、このデッキ上手いんですよね。この人、マジで。ラバルー、ヤナアミザップ、ワンチャンヤナアミザップがめっちゃ早いとかある。オッケーオッケーオッケー。で、ディガー飛んでくる。延命したい。あー、いい延命だ。だとガゴガゴなんですよ。で、バルーンなんですよ。僕だから、普通にきついですよ、これ。多分、最後ボコボコにされて終わりますね、これ。普通にきついですね。なんか、ガゴ一つでさえきついって感じですね、デッキ的に。で、後ろから追加ガゴ群れ。うわ、来ると思った。すごくね?よく分かった。うわ、めっちゃいい。で、なんなら、多分横に三国か、一個折れる。いや、でけえ。めっちゃでけえ。めっちゃでけえ。あー、一発入った。お前、ボキ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 。で、なんなら追い打ちかけてえけどな。追い打ちかけてえけど、一回我慢して。相手も結構防衛してる。
や、めっちゃいいよ。やばいやばい、今結構アド取ってる。しかもアド取ってんだけど、どうしようって感じだな。キング結構狙いたいですね。ラバルガゴガゴで言っちゃえばワンパンされちゃうんですよ、キング。で、ここだな。一回言うので、ババ咲かすか。あ、これ無視だな。無視か。低めババ。あ、ディガー使ってくんのか。いや、ババ使ってくんねえかな。ババ使ってくれたら、落とせるんだけどな。メガナイト。ババが。いや、気持ちウッドいらねえか、こんなウッド。いや、でも相手このマジア中すらうざい。で、今、陸ないから、有能欲しいですね、これに。で、なんなら、端前メガナイトからのマジアチリニック説。ラバと被んねえかな、これ。運が良ければラバと被る。うわー、すげえ分かってる。うわー、これ一回我慢っすね。オッケーオッケーオッケー。めっちゃコスト使った。で、ディガーない。で、ワンチャンヤナメザップぐらい。いや、多すぎだろ、これ。こんなことある。普通にミラーとかも何もしてないのに。で、ここ一回攻めて、まあ、ババが出てくるんですけど、削っときます。いや、これやべえかな。フルカウンターで1個。いや、1個持ってかれんのかな。耐えてえな。三角ワンチャン早めに。うん。で、ここでメガナイト出して、相手にガーゴイルの群れを防衛で使わしたい。で、ちょっと耐えて。やべ、ミスった、ミスった。ワンチャンフル。待って待って待って。うわ、最悪だ。やべやべ。あ、待って。あと200だ。あと200だ。あと200だ。お願いお願いお願い。やべやべ。豚。豚。やべやべ。待って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 。バルンバルン。バルンバルン。待って待って、バルン。バルン。バルン落ちろ。やべやべ。待って待って待って。ボケボケボケ。うわー、そうやった。最悪。ちょっと待って。最悪だ。最悪だ。勝てた。お、何やった最後。最後何やった。待って。うわー、ミスった。ウッド2周でよかったな。82でしょ。うわー、待って。めっちゃもったいないことした。ね。すっげえ考えれてたのに。すっげえ考えれてたのに、相手のターン200に気づかなかった。いや、これ勝てるんですね。気づきました。ええ。新しい発見です。ありがとうございます。というわけで、この人でもね、そう、めっちゃ上手い人。うわ。まあ、そんな感じですね。というわけで、最後負けちゃったら辛いんですけど、これね、めちゃくちゃ万能で強いんで、ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。